はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは本日は許可をいただきましたので、藤井二冠対三浦九段の B 級1組順位戦のハイライトやらせていただきたいと思います。昨日出した動画が20分超えとちょっと尺が長かったので、今回は忙しい方のために、できるだけ短い時間でこの藤井二冠の勝負手8号飛車の凄さを解説させていただきたいと思います。この手が何がすごかったかっていうと、例えば、先手がここから1六歩などと手をこまねいていると、4六桂と飛ぶ手がありました。が、同銀は同金と進撃されて、4七地点が非常に受けづらい格好になってしまいますし、また、王様をかわすのも4七角成と成り込まれて、これも先手が非常にまずい状況になってしまうという形でした。で、またここから例えば6五桂馬と跳ねて、4六桂なら6八玉で5八飛車、7七玉と、ここに逃げる手を作るという手も非常に有力だったんですが、この場合は3一飛車と、今度は馬と銀の両取りに打つ手がありました。これも後手ははっきり優勢となっております。ということで、この2つの手段があったので、ちょっとこの2五角というのがあまりにも厳しく、ちょっと藤井二冠やられてしまったかなと思っていた局面で、8五飛車とよく凄まじい勝負手を見せました。ちなみに、あとあれですね、4八銀と引いて、3一飛車を受けつつ、4七地点を補強する手が一見ぴったりに見えるんですが、これは4六桂、6八玉に3七歩というのが巧妙な垂れ歩で、次の3八歩成を狙って後手の攻めが快調につながっていきます。同銀は4七角成ですし、あと4六歩も5八飛車、6九玉、4八飛車成で先手が詰まされてしまうという格好ですね。ということで、4八金はおそらく藤井二冠としても考えたと思うんですが、4六桂から3七歩という好手順があって、捕まってしまうという形になっておりました。ということで、ここから8号車といたのが凄まじい勝負手でした。ちょっと並み居るプロ棋士も思い浮かばなかったというすごい手なんですが、これが見事に勝負手として成立しております。この4六桂から4七角成も、3一飛車の筋も何も受けていない手に見えるんですが、次に4号車とこの金を取ってしまえば、むしろ先手が有望になりますので、三浦九段はここから4六桂馬と王手しまして、同銀に同金と金を進撃させたんですが、そこで先ほどとは違って2号車と取ることができるというのが、この8号車の大きなメリットですね。そしてここで3七飛車と三浦九段はこの3九の金に当てて打ってきました。これが非常に厳しい手で、仮に4六歩なら3九飛車成で後手の攻めが決まるんですが、ここから4八金と上がったのが素晴らしい受けでした。で、ここで4七金、同金、4九銀という強烈な一着があるので、この変化を読み切っていないと指せない手なんですが、仮に同玉なら4七飛車成で詰まされてしまいます。ただ4九銀には6八玉とかわしまして、4七飛車成と詰めろで金は取られるんですが、7八玉とここまで早逃げしておいて、で、以下2五歩に6五歩とここから行けば、先手が有望になるという状況ですね。ということで、この変化を見切っていた4八金というのが非常にうまい受けでした。そして三浦九段も負けじと2五歩、4六歩に、3八飛車と凄まじい手で迫っていくんですが、これが次ほっとくと4八飛車成、同玉、ちょっとやってみましょうかね。例えばここでほっとくと、4八飛車成、同玉、4七銀と打ちまして、3七玉に3六金という詰めろになっている非常に厳しい一着だったんですが、4七金打ちがこれを上回る返し技になっておりました。これで、5九銀というのがおそらく三浦九段読みの本線だったんじゃないかなと想像しているんですが、これがギリギリ成立しているかいないかっていう、微妙なところだったのが三浦九段の、誤算だったと思います。仮に同玉なら4七飛車成と取りまして、同金に5八金で決めることができるんですが、5九銀には3八金と取られて、同飛成で5九玉と取ってくれれば5八金で詰ますことができるんですが、6九玉とかわされた時にこの6七の金がよく効いていて、6八金打てませんし、また4七竜は8八飛車の自陣飛車で、想像以上に先手陣が攻めづらく、6五歩
5八金7八玉5七金と空き王手するのも4八香車とここから香車打つのが好手でが、4七金ならやはり6五歩が間に合ってきそうという形ですね。4八竜なら8七玉とかわして、まあ、この変化は、まあ、非常に難しい形勢なんですが、実戦的に6四歩と突く分かりやすい攻めが残っているので、先手もかなりやれそうという形でございました。まあ、ということで三浦九段としては、まあ、ちょっとこの5九銀があまり効果が薄いんじゃないかというところが誤算だったと思われます。で実戦は同飛成同玉、3九飛車成に3八飛車と受けるのが絶好手で、ここで完全に逆転となりました。以下7九竜に6五歩と突く手が厳しいですね。まあ、次に6四歩と突けば後手玉ははっきり寄り筋に入ってしまいます。で3七歩同飛車2六金と迫るんですが、やはり、飛車取りを無視されて6四歩と突かれて勝負ありという形になりました。でここで3七金と取って、まあ、同玉なら2六銀から詰ましちゃおうと、4七玉3七飛車同金同銀なり同玉、3九竜という手順で先手玉詰ましちゃおうということで三浦九段が狙っていったんですが、あれですね、3八歩なら2六金4七玉4九竜と寄って4八桂に3六銀ですね。まあといった手順で先手玉の頓死を狙うんですが、藤井二冠は当然同金と応じまして、頓死を回避しました。が4九竜3六玉3四銀と三浦九段がほとんど形作るような手順で打っていったんですが、まあ、6三歩成から鮮やかに詰まし上げて藤井二冠が勝ったという将棋でした。が7五桂と打ちまして、ここで投了になります。ここから7四玉は8五金の、7七桂や1一馬が効いていて一手詰めですし、また5二玉も6三角6一玉に7二金同銀同角成同玉、5六の桂を6四に飛ぶ手が好手で、6一玉なら7二銀6二玉6三桂成という手順で鮮やかに詰ますことができるという形で、この7五桂を見て三浦九段の投了となりました。本当にこの8号車と浮いた手が素晴らしい勝負手で、いっぺんに、形勢をひっくり返してしまいました。三浦九段の敗着としては、おそらくなんですが、ですね。まあ、この8号車に対して、まあ、4六桂、同銀、同金、2号車に対して、まあ、3七飛車と打ったのが、そうですね、形勢逆転の要因になった展開だったので、まあ、そうですね、ここは4六金と、上がる手を AI は推奨しておりました。これで、まあ、同銀なら同桂が王手になって後手が優勢ですし、またここで2号飛車に対しては3七金と銀を拾う手があります。そして例えば2四飛車とやると8九飛車で次の7九飛車の入れが非常に厳しく後手が優勢になるんで、まあ、8号飛車と8筋に戻して8九飛車を防ぐんですが、そこで3八歩と打つのが、急所の一着でした。で仮に4九金なら2九飛車と打って、まあ、次の4九飛車なり同玉4八金という攻めを見せれば後手が優勢なので、6八玉と這い逃げするんですが、でそこでぼちぼち3八歩なりと金を入手して、まあ、次の3八飛車を狙います。で7八玉と左右に這い逃げするんですが、まあ、それでも4八飛車と追っていきまして、まあ、この後手がなかなか厳しく後手が少しいいという判断を下しておりました。まあ、ただ人間的に見てこの左側に逃がしてしまうっていうのはあまりにも、ちょっと指しづらい手順なので、まあ、三浦九段が見送ったというのもうなずける手順だと思います。まあ、逆にこれしかリードを保つ方法がなかったというのが、藤井二冠の卓越した勝負術だったんじゃないかなというところですね。で4八飛車以下一例としては8九玉に、6九金と張り付いていってどうかと、で先手も9六角とこの6三地点を睨みつつ、6九の金にプレッシャーかけつつ7八銀という筋を防いで、これまた若干後手をしながら、先手もこの6三地点を狙うのを楽しみに、まあ、そうですね、競り合いが続いていくという格好でした。まあ、ということで、まあ、藤井二冠の卓越した8号下という勝負手が構想した一局でした。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。